シナリオライターの平野康史です。気に入ってるキャラクターは、中次と、トモカですかね。ああいうね、あのだらしないキャラクターがいいですね、やっぱりね。ご自身と被ってるとか、そういうことは？それはもうもちろん被りすぎてるというか特にトモカなんていいですね、かなり被ってるかもしれない。だただなんつうかな、その全員なんつ、ある部分強情なとこだがあったりね、 それぞれみんななんかちょっとずつ持ってるようなところを、まあ、別に極端にはしてないけども、ある程度その、リアルに見えるように描けたらいいかなと思って描いてたから、それぞれがいろんな人が持ってるなんか業みたいなものをね、そのバラバラに持ってるって感じで描いてましたけどね。だから、だけども、まあ、僕自身がそのさっき言ったようにそのだらしない人間だからそのだらしないそのキャラクターにを気に入ってしまうっていうのはありますよね。多いですよね。普通だいたいドラマ5人描ければいい方だと思うんですよ。まあいろいろありますけど、8人つとやっぱりそのなんつかな、画面の中に8人のキャラクターが動くと本当はなんぞ煩わしいですか、確保も大変だろうし、アニメーションの場合ね。ドラマでもだいたい一つの画面の中に8人が、ね、いてね、動いてるなんてのはあんまりないと思いますよ。刑事もんでもだいたい5人がひとまとめだし、で多くて7人だから、そうですね、 7とか5とか本当は奇数があのドラマの定石だけども、だからこれはもともと滝沢馬琴の八犬伝元にしてるとこあるんで、一応、8というのをね最初から決めがありましたから。もっとだから描きたいとこはいっぱいあったんですよね。当然その描き足りないというか、本当は1年間例えばその今の場合の52本あればもっと面白い展開というか世界観をもっと描けただろうし、人それぞれもっと個人的なそのエピソードも描けたかもなとは思いますけども、それはそれでまた大変だったろうなとは思いますけどやってればネタとして描きたかったのはやっぱり中次の一人旅をもっと、公に出会うまでのね、そのなんつうかな、まあ、結局回想になっちゃうんですけども、あの辺もちょっと描きたかったなっていうの、あと レイがどうしてああいうふうな人間になっちゃったのかとか、描き足りなかったところはいっぱいあるんですけども、まあ、エピソード的にどうのこうのって言われてもねちょっと困っちゃうんだけど、まあ、その辺は何つうのかな、ある程度その見てもらえればその彼らのね過去っていうのが想像できるようには作ってあるんで、だからみんなが見てくれた人たちが それぞれ考え、勝手に言ってたらおかしいけども、その見た感じでねそのこういうことがあったんだろうなと思ってくれればいいってことなんで、だから、僕としてはこういうことがあったんだよ、ああいうことがあったんだよっていうような細かな、ね、ことは今言ってもしょうがないんじゃないかなと思ってますけど、最初はですね、これが地球だってことじゃなかったんですよ、企画の最初は。ある時これ地球でしょって誰かが言い始めてあそれは面白いねってことでまあ要するにそのなんていうかな、その地球イコール人間ですよね、がその生きるってことをどう考えるかってことを地球に対してね、なんかその、それこそ古いテーマだけども、要するに地球の環境に対してね、人がいろいろ何つうかな作為、手を加えちゃって何つうの、環境汚染したり、それのおかげで気象まで変わっちゃったりなんかして、でそれで要するに何つうかな、人は地球は誰のもんだってねことのその テーマとしてつながるかなってことで、そういう設定が一番合ってるかなということだったんですけど、
まあ拙い話ですけど、なんかいろいろなんていうかな、その人と人とのつながりとか、今なんか割合希薄になっているところを、このドラマでうまく描けたかどうか分かりませんけど、その親とのつながりとかね、あの他人とのつながりとか、そのうまくなんつかな、その関わり合っていかないと人はダメになるよっていうことをなんか分かってもらえればなというのでですかね。